旧長谷川次郎兵衛家では企画展豪商長谷川家の分家右衛門家と六郎寺家を開催しています。長谷川次郎兵衛家には右衛門家と六郎寺家という分家がありました。両家の初代当主はともに本家創業の祖長谷川正幸の子供にあたり、右衛門家は亀屋、六郎寺家は恵比寿屋と江戸の大伝馬町に店を構えました。また分家の歴代当主も本家同様に松坂に住み、文芸活動も熱心に行いました。本企画展ではそのような文家の暮らしぶりがわかる古文書やまた生活道具などを展示していますので、今回はその中からいくつかご紹介させていただきます。こちらは永鶴帖です。江戸時代後期から明治中頃までの長谷川家の記録を綴ったもので、安政4年の記事には江戸棚の従業員から松坂に住む本家と分家へ宛てた願い書きが記されています。そこには安政地震以来経営不振のため右衛門家と六郎寺家の家族は本家に同居し、かまどを一つにして経費を節約するよう懇願する内容が記されています。こちらは分家のお店の千両箱です。小判を貯蔵することを目的としたヒノキで作られた箱で、空の状態でも約6キロ、小判を1000枚入れると17キロ前後になります。側面には亀や恵比寿屋と分家の屋号が記されていることから、実際に江戸のお店で使っていたものと思われます。なお亀屋は享保10年に木綿問屋として開業し、その後恵比寿屋が開業しました。こちらは八白居士50回忌記念皿です。分家の六郎寺家五代当主元光の50回忌に作られた永楽焼の皿で、見込みには元光の画号である蝶の絵にちなんで蝶の絵が描かれています。元光は和歌を元折春には、俳諧を浅原水氏、絵を鈴木英中に学ぶなどして文芸活動に傾倒していました。この他にも右衛門家や六郎寺家の分家歴代当主は文芸活動を盛んに行いました。旧長谷川次郎兵衛家企画展豪商長谷川家の分家右衛門家と六郎寺家は10月8日まで開催しています。本企画展を通して右衛門家や六郎寺家といった分家の活動などを見ていただければ幸いでございます。ぜひご来館ください。